津村さんが奥様の遺骨を両腕にしっかりと抱えて出ていらっしゃいました。留守番すればいいんだよね。週2回僕らしくないですか、子供の面倒なんか見て。そもそもこういうことでも書かなきゃあんたもう書けないんじゃないんですかって言ってんすよ。思い通りかな、ざまあねえなと言ってるか。クソガヤだ、クソガヤだ、私は暴力だ。僕はね、夏子が死んだ時他の女の人と寝てたんだよ。